カプア包囲戦は、第二次ポエに戦争中の紀元前212年から紀元前211年にかけて行われた、共和制ローマによるカルタゴと同盟したカプアに対する、攻城戦である。ローマ軍は二人の失政官、クイントス・フルーイウス・フラックスとアッピウス・クラウディウス・プルケルに率いられていた。初回の戦闘で、ローマ軍は敗れたが、整然と撤退することができた。 この勝利により、ハンニバルは、ローマのカプアに対する包囲を、一旦は、解くことができた。しかしながら、再びローマは、カプアを包囲し、翌年に、これを陥落させた。館内の戦いの勝利により、ハンニバルは、戦略的に重要な戦果を得ることができた。いくつかの都市国家や部族は、ローマから離れたが、それには、カンパニアのアテラ、カラティア、アプリアの一部、サムニウム人、 ウルッティ族、ルカニ族、ウゼンティ族、ヒルピニー族、コンパサ、マグナ・グライケアのギリシャ人都市国家では、タレントム、メタポントム、クロトーン、ロクリ、加えてガリア・キサルピナ・ゼンド等が含まれる。ネオポリスは、ローマとの同盟関係を続けた。ハンニバルは、兵の一部を弟のマゴバルカに与えて、ウルティウムに向かわせ、その地域の諸都市、 部族のローマからの離脱とカルタゴへの服従を誓わせ、それを拒む場合には攻撃した。ハンニバル自身は、軍の大部分を率いて、カンパニアに向かい、カプアとの間にローマとの離脱交渉を行った。カプアは、ローマに次ぐ、第二の都市であり、この頃から100年ほど前の紀元前312年には、アッピア街道でローマと結ばれており、依然として重要性が高かった。 歴史家のティトスリウイウスによると、100人以上のカルタゴ人が町に入り、カプア側の代表であるパクウイウスからウイウスとの交渉を行った。合意内容は以下のようなものであったと考えられる。カンパニア人たちは、ローマの知事だけでなく何人かのローマ市民を保護を名目にして逮捕し、浴場に監禁した。その後浴室の温度を異常に上げたため、これらの人々はみな死亡した。 ハンニバルとの同盟に反対した少数の人々は追放され、キュレネに到着した時点で、プトレマヨス町のファラオである、プトレマヨス四世に保護され、ローマに送り返された。一方、ハンニバルはカプアに入場し、指導者や裕福な市民の歓迎を受けた。その中の一人がハンニバルを襲撃しようとしたが、直ちに捕らえられて殺された。ハンニバルは、元老院議員を召集して、 カルタゴとの同盟関係を結んだことに感謝し、戦闘が起こった場合はカプアを防衛することを約束した。紀元前216年のカンパニアにおけるハンニバルの動きハンニバルはカプアとの同盟を結んだ後にカンパニアでの作戦を再開した。ネオポリスの攻略は失敗に終わったが、続いて無抵抗での降伏を期待して軍を野良に向けた。しかし、 ハンニバルの到着前に、法務官、マルクス・クラウディウス・マルケルスが先に町に入っており、ハンニバルを攻撃してきた。ハンニバルは、ノラの攻略を諦め、抜けエリアに向かい、そこを略奪して火を放った。カルタゴ軍は、再度ノラを攻撃したが、三千の兵を失ってこれも失敗し、アケラーに向かった。マルケルスは、ノラの城門を固く閉ざし、保証に誰も町から出ないように見張らせた。 次に敵と内通した反逆者70人を死刑にした。これらの人々の財産は没収され、元老院での許可のもとローマのものとした。その後野良を出て、スエスラを見下ろす高台にやえした。ハンニバルは当初はケーラを無抵抗で降伏させることを望んだ。しかし、市民のローマに対する忠誠心が強いことを知り、工場戦を開始した。しかし町の防御は、 不十分であり、多くの市民が夜中にカルタゴ軍の残豪を超えて脱出し、まだローマとの同盟関係を維持している近隣の都市に逃げ込んだ。ハンニバルはローマの独裁官に選出されたマルクスユニュースペーラがカシリノムに新たな軍団を向かわせていることを知り、カプアでの騒乱を防ぐためにアケラを破壊し火を放った。ハンニバルはローマ軍の動きを予測して軍を カシリヌムに向けた。その時点でカシリヌムの守備兵は、プライネステ兵570名と少数のローマ兵、加えて、館内での敗北後に増強された460名、のみであった。食料を不足の不安はあったものの、三方をボルトゥヌス側に囲まれた、この小さな町を守るには十分と考えられていた。ハンニバルはカシリヌムに接近し、イサルカという指揮官の下に、 アフリカ兵を派遣し、降伏交渉を行わせた。交渉は失敗して戦闘が始まったが、ローマ軍は何度かカルタゴ軍の攻撃を撃退した。冬が近づくとハンニバルは野営地の防御を強化し、カシリノムのローマ軍に攻略を諦めていないと思い込ませ、実際にはカプア近郊に軍の大部分を撤退させたハンニバルの共造。 ミラノ国立考古学博物館リウィウスによるとハンニバルは冬の間ほとんどの部隊を街に駐屯させていた。長い間戦場の厳しい環境に耐えてきたカルタゴ兵は都市での生活に慣れていなかった。リウィウスは軍の規律が緩んだとしてカルタゴ軍がカプアで冬を過ごしたことを批判している。一部の兵士は地元の女性と問題を起こした。そうでないものも 春になって作戦を開始した時にまるで新兵のように肉体的、精神的強靭さを書いていた。カプアに戻りたくて軍を脱走する者も,も多かった。しかしこの有名なカプアでの堕落はイタリアの歴史家ガエタノデサンクティスによって疑問視されている。ハンニバルの兵士たちがカプア市民の温かい歓迎を楽しんで休息することができたのは事実である。 伝統的に、ローマの歴史家、特にリィウィウスは、軍の正教性を失わせたとして、いわゆる、カプアで余暇時間の重要性を強調する傾向にある。しかしポリュビウスは、このような記録は残しておらず、これが、現代の歴史家が疑いを持つ根拠となっている。カプアでの休息後でも、ハンニバルとその軍は、その優秀さを発揮し、ローマ軍に決定的な敗北を期することなく、 その後10年間イタリア半島内で戦い続けた。春になるとカルタゴン軍はカシリヌムに戻り数ヶ月にわたって包囲を続けた。同じ頃ローマの独裁官であるマルクスユニュースペラはそこから遠くないテアヌムシディシヌムに投影していた。マルケルスも全執政官としてカレスで編成されたニコ軍団を率いスエッスラに移動した。また、館内の残存兵は ホームアッピウス・クラウディウス・プルケルが率いて、シチリアに渡り、逆にシチリアにいた軍団がローマに戻された。新たな二人の失政官、クイントゥス・ファビウス・マクシムスとティベリウス・センプロニウス、グラックスはそれぞれ軍を率い、ファビウスは、奴隷兵士と同盟国兵士2万5千名を率いて、ペラナや英知を引き継いだ。マルケルスも、ノラの防衛のためスエススから移動した。 ネオポリスワンとハンニバルが包囲したクーマエタホ方マリオ・アルフィオを指導者とするカンパニア人たちはクーマエをローマとの同盟から離脱させるべく調略を用いた。グラックスはこの計画の情報を得ると外交施設を送り3日後にはクーマエから 4.5km ほどの距離にあるハマスでクーマエの元動員議員と会った。グラックスは牢場に備え 空前に食料を可能な限り運び入れ、貯蔵するように提案した。一方で、全軍をハマスに移動させた。続いて行われた戦いは、ローマ空前連合軍の勝利に終わり、カンパニア側の戦士は2戦を超え、マリオ・アルフィオも戦死した。ローマ側の戦死者は100人以下であった。グラックスは、敵の野営地を移送した後、ティファタ山に野営していたハンニバルが吸収をかけてきた。 場合に備えて空前の城壁内に撤退した。ハンニバルは翌日に空前に到着し、工場兵器を備え付けて街を包囲した。ファビウスはカレスのカストラに駐屯していたが、占いの結果が今日であるとして、ボルトゥヌス側を越えることはなかった。グラックスは反撃の準備を行った。結局ハンニバルは包囲を解き、ティファタさんに引き上げた。一方、 ファビウスは、罪滅ぼしの儀式を完了するとボルトルヌス側を渡り、軍を率いて、カルタゴ側に寝返っていたクブルテリア、トレブラーウスティクラの占領に向かった。これらの都市では、多くのカルタゴ軍捕虜を得た。その後、スエスラを見下ろすクラウディアナのカストラに向かった。到着後、マルケルスに、ノラに無そ速を守備するように命令した。ノラでは、元老院はローマ側につき、 一方民衆はハンニバルに降伏しようとしていた。夏の間、マルケルスはヒルピニ族、サムニウム人、ガリア人に対して何度も襲撃を行い、勝ってサムニウムがローマに敗れた際の記憶を思い出させた。このため、ヒルピニ族やサムニウム人はハンニバルに施設を送り、軍事的保護を求めた。彼らはマルケルスの略奪に対して、 カルタゴ軍が自分たちを見捨てていると抗議した。ハンニバルは彼らを安心させ、土産を持たせて返し、直ちに反撃を行うと約束した。ハンニバルはティファタんに少数の守備兵を残し、主力軍を率いて、ノラに向かった。ノラ近郊であえし、ウルティウムからの反ンの援軍と合流することとした。紀元前百十五年のカンパニアにおける、ハンニバルの動きマルケルスは、 その後もサムニウムの略奪を続けていたが、常に退却路は確保していた。すべての行動は、ハンニバルと対しているかのように慎重かつよく分析されたものだった。カルタゴ軍の接近を察知すると、マルケルスは直ちに兵をノラの城壁内に撤退させた。カルタゴ軍は周囲の略奪を始めたが、そこにローマ軍が襲いかかり、優勢に戦いを終えた。 その日の戦いで5000人のカルタゴ兵が戦死し、600人が捕虜となった。ローマの損害は1000以下であった。当初はカルタゴに好意的だったノラの市民もローマを見直した。ハンニバルはノラから撤退し、反応をブルティウムに送り、自身はアプリアのアルピで東映に入った。ファビウスはハンニバルがアプリアに向かったことを知ると、 ノラとネオポリスにあった穀物をすべてスエスラの彼の野営地に運び入れた。その後守備兵を残し、軍をカプアへ向かわせた。カンパニアでは、焦土作戦を実施し、カプア軍が城外に出て戦うように仕向けた。カプア軍の兵力は6戦であり、騎兵は優秀であったが、不評は戦力としては期待できなかった。このため、まずは騎兵が攻撃を開始した。 リビウスは、カプアの勇敢な騎士が、ローマの騎士に一騎打ちを挑んだと述べている。この決闘は、決着がつかなかったが、一戦を交えた後、その騎士は城内に撤退した。このエピソードの後、ファビウスは軍を撤退させ、カプア人に種まきを許し、略奪も行わなかった。その後、スエススラに戻り、投影を行った。マルケルスは適切な数の守備兵を野良に残し、 同盟都市に負担をかけすぎないように残りの兵をローマに戻した。もう一人の執政官であるグラックスはその軍団を、熊江からアプリアのルセラに動かし、法務官マルクス・バレリウス・レビヌスをブリンディジウムに派遣し、マケドニアのピリッポスモセイに備えさせた。紀元前215年の終わり、ファビウスはポッツオーリニ陣地を構築して、守備兵を置き、その後ローマに戻った。 そこで、翌年の執政官に再選された。軍事行動の一貫性を維持するため、ファビウスとマルケルスは二人とも執政官に再選された。また、六個軍団が増設され、ローマの総兵力を合計で十八個軍団とすることも決定された。この結果は、カプアの市民を不安にさせ、ハンニバルのもとにカプアへの帰還を要請するための施設が送られた。 ハンニバルもローマ軍に行動を邪魔されないよう急ぎ行動する必要があると考えアプリからカプアを見下ろすティファタンの野営地に移動した。ヌメディア兵とイベリア兵は野営地とカプアの防衛のために残され残りの兵はアベルヌスコに向かった。ハンニバルはそこから南東4キロメートルにあるプテオリのローマ守備軍を攻撃する計画であった。 紀元前214年のカンパニアにおけるハンニバルの行動をファビウスはハンニバルがアプリを離れカンパニアに戻ったことを知ると直ちにローマを出発し彼の軍に合流した続いてティベリウス・グラックスの元に使者を派遣し軍をルケリアからベネベントムに移動させた法務官を務めていた息子で同盟のクイントゥス・ファビウスにアプリアに行きグラックスの代理を務めるよう命令した すべての軍の指揮官たちは、所定の場所に向かった。アベルヌスコのハンニバルのもとに、南イタリアのタレント村の使者が訪れ、街をローマから解放してほしいとの懇願を受けた。ハンニバルは時期を見て、その実行を約束した。古いギリシャ植民都市であるタレントムは裕福である、だけでなく、海に面していた。当時アドリア海対岸のマケドニアのピリッポス五世は、 カルタゴと同盟関係を結んでいた。やはり公安都市であるブリンディジは、以前ローマとの同盟を維持していたため、タレントムは、ピリッポスモセリが、陸軍派遣を決意した場合、それを受け入れるに最適であった。ハンニバルは、クーマから、ミスノブ岬付近までを略奪し、プテオリに向かい攻撃の準備を整えた。プテオリの守備兵は6戦であった。町は、地形的に攻略が難しく、 また、防御体制も整っていた。ハンニバルは3日にわたって攻めたが、占領できる可能性はなかった。結局包囲を解いて、ネオポリスに向かい、付近を略奪した。マルケルスが、ノラ近くまで達すると、一般市民の中には、再び反ローマ、反ノラ原動員環状ができていることを知った。実際、親カルタゴ派はハンニバルに死者を出し、降伏を申し出ていた。 この親カルタゴ派に反対するノラ貴族はマルケルスに対応を依頼した。マルケルスはボルトゥヌス川を越えることにやや難儀はしたものの、1日のうちにカレスからスエスラに移動した。翌日の夜にノラに不評6000と騎兵300を急行させ、町を占領してノラ元老院を保護した。同じ頃、ファビウスはカシリウムに到着し、 そこを守備するカルタゴ軍への攻撃準備ができていた。他方、グラックスとカルタゴの反応は、ほぼ同時に、ベネベントム付近に到着していた。続く戦闘は、グラックスの勝利に終わり、リウィウスによると1万5千のカルタゴ兵が戦死するか、捕虜となった。ネオポリス付近を略奪した後、ハンニバルはノラに向かった。マルケルスはこれを聞き、スエスラに残っていた。 ホームのマルクス・ポンポニュースマートの軍を増援として、直ちにノラに呼び寄せた。今回もハンニバルはノラを落とせず撤退せざるを得なかった。翌日にローマ軍は出撃したが、ハンニバルは野営地から動かなかった。3日目の夜、ノラ戦領の見込みはないと判断したハンニバルはタレントムに向かった。これらの戦闘はベネベントムとノラの間で起こったが、 ファビウスは2000のカンパニア兵と700のカルタ5兵が守るカシリウム近くに野営していた。カシリウム側は奴隷と一般市民も武装してローマの野営地を襲ったが、これは失敗した。ファビウスはマルケルスにノラに適当な数の守備兵を残してカシリウムに来るか、あるいはベネベントムのティベリウスグラックスを派遣するように依頼した。マルケルスはノラに守備兵2000を残して ファビウスに合流した。すなわち、二人の失勢官が協力してカシリウムを攻撃したこととなる。しかし攻撃によるローマ兵の損害は少なくなく、ファビウスは攻撃を中止した。他方、マルケルスは撤退をせず工場兵器を準備した。これを見たカンパニア兵は、ファビウスに対して無欠解除をして近郊のカプアに撤退することを申し出た。 しかしながら、カンパニア兵が城外に出ると、マルケルスはこれを虐殺し、さらに城内に突入して、殺戮を続けた。50人のカンパニア兵のみが、ファビウスの元に駆け込み、無事カプアに行くことができた。カンパニア兵とカルタゴ兵捕虜は、ローマに送られ、監獄に閉じ込められた。市民は、近郊の都市に移された。一方、グラックスは、 ベネベントゥムで大敗していたハンノの再起を阻止するため、南イタリアノルカニアに同盟国軍の兵の一部を派遣し、カルタゴヤエチ近くを略奪させた。しかし、ローマ軍が分散しているところをハンノに攻撃されて、多少の損害を受けた。ハンノはグラックスに追撃されることを恐れ、その後ブルキウムに撤退した。グラックスの本軍はアッピア街道を進み、 カルタゴ側の都市となっていたカウディウムを破壊した。ファビウスもカルタゴ軍に寝返った都市を攻撃するためにサムニウムに向かい、コンブルテリア、テレシア、コンプサ、ファギフラ、オビタニウムも破壊された。ルカニアのブランダ、アプリアのアイカはカルタゴ軍に占領されていた。これらの都市は脱回され、カルタゴ軍2万5000が、戦死170が捕虜となった。捕虜は、 ローマに連行され、タルペイヤの岩から突き落とされて殺された。マルケルスはノラに戻った後病気を得、これらの作戦にはほとんど参加できなかった。紀元前213年の失政官は、ファビウスの同盟の息子とセンプロニウスグラックスであった。ファビウスには、父がレガトゥスとして同行していた。二人の失政官が、それぞれの担当地域に到着した時、112人の カンパニアの騎士がローマや英知を略奪するとの口実でカプアを出てスエススラのローマや英知に来て交渉を求めた。法務官グナイウス・フリウス・セント・マウルス・マクシムスとの協議の結果武装を解除した10人が交渉に参加することが認められた。グナイウスは彼らの意思を確認しカプアを奪取した際には彼らの資産を返却すると約束した。ファビウスは アルピを攻撃し勝利している。ハンニバルがタレントムの攻略を目指しているとき、紀元前212年の二人の失政官、アッピウス・クラウディウス・プルケルト・クインプス・フルイウス、フラックスはカプア攻略の意図を持ってサムニウムに軍を進めていた。他方、近郊の土地の種まきをローマ軍が妨害していたため、カプアの食料は不足し始めていた。 紀元前212年のカンパニアにおけるハンニバルの動きこのためカプアはハンニバルに使者を派遣しローマ軍が到着して周辺の道路を占拠する前にカプアに食料を運び込んでくれるよう依頼したハンニバルはブルティウムのハンノに対しカプアに十分な食料を運ぶように命令したハンノはローマ軍を避けるためローマ側の都市であるベネベントゥムから 4.5km に 野営地を設置し、周囲の穀物を収穫し、野営地に運び込ませた。その後カプアに食料を取りに来るように伝えたが、カプア側は十分な準備ができておらず、ハンノはこれを叱責した。ベネベントムの出来事が届くと両子子生館はボビアノムに移動し、あえした。フラックスは次の夜には、ベネベントムの城内に入った。そこでハンノの兵士が馬車に仙台で、 カプアイ食料を運んでいったことを知った。カルタゴグニア英知はいくらかの農民や奴隷が残っているだけで武装した兵士はほとんどおらず混乱状態にあった。カルタゴグニア英知はよく防御されており、ローマ軍は苦戦したが、最後にはローマ軍が勝利した。ローマ軍はカルタゴグニア英知を破壊した後ベネベントゥムに戻り略奪してきた物資は、 兵の間で分配された。敗北を知ったハンノは、ブルティウムに戻ったが、途中での逃亡兵も多かった。カルタゴ軍が敗北したことを聞くと、カプアはハンニバルに対し、二人の失勢官がカプアから1日の距離のベネベントムにいることを知らせた。ハンニバルは、周囲の略奪を防ぐために騎兵を派遣したが、その数は2000に止まった。同じ頃、プルケルとフラックスは、 ベネベントゥムからカプアに向かって兵を進めていた。ベネベントゥムを空にはできないため、ルカニアを占領していたティベリウス・グラックスに騎兵と警府票を派遣させた。ティベリウスは途中でカルタコ軍の孫に待ち伏せ攻撃を受けたが、これを退けた。しかしグラックスは戦死し、その後の指揮はグナエウス・コルネリウス・レントゥルスが取ることとなった。カンパニアに入ったローマ軍は、 カプア周辺の略奪を行ったが、孫の率いるカルタゴ軍騎兵とカプア兵の奇襲を受けた。ローマ軍は蹴散らされ、1500が戦死した。この後、ローマ軍はより注意して行動するようになった。ハンニバルもまた弟の孫と合流すべく、カプアへ向かった。ハンニバルには、彼の不在中に起こった戦闘がカプアに有利であった。ため、カルタゴ軍の猛攻には、 ローマ軍は耐えられないとの確信があった。戦闘が始まると、カルタゴ軍騎兵の連続攻撃に、ローマ軍は苦しみ、また弓矢での攻撃に圧倒されていた。最初のカルタゴ騎兵攻撃に衝撃を受けたローマ軍の被害は甚大であったが、ローマ騎兵の反撃によりどうにか、大敗北は避けることができた。この戦闘の後、 二人の失勢官はハンニバルを避けてカプアから撤退した。翌日の夜に二人は別れ、フラックスはクーマに、プルケルはルカニアに向かった。ハンニバルはプルケルを追撃し、その伝軍を撃滅して1万6千を殺したが、プルケルの捕捉には失敗した。しかし、ローマ軍は諦めず、失勢官二人は工場兵器を準備し再びカプアを包囲することとした。 ボルトゥルヌス川沿いのカシリヌムに食料を集積し、また、河口のボルトゥルヌムの防備を強化して、守備兵を置いた。また、政界権強化のためプテオリにも、守備兵を置いた。これら二つの港湾要塞とローマの外交である、オスティアに、サルディニアからの食料と法務官の、マルクス・ユニウス・シラノが、エトルリアで陶器に集めた食料を集積した。この危機的な状況の中、 ハンニバルはカプアを離れることは望まなかったが、法務官、グナエウス・フリジウス・フラックスが、アプリアのいくつかのカルタゴ側都市を攻撃し、成功したとの連絡が届いたため、そちらに対処するために、アプリアに向かわざるを得なかった。ハンニバルは、この新しく編成されたローマ軍を殲滅する意思を固め、ヘルドニア近郊で戦闘となったがハンニバルが勝利した。 グナイウス・フリウィウス・フラックスは、騎兵200と共に脱出したが、ローマ軍の残りの部隊は、包囲されて、少数に分断され、1万8000の兵力のうち、脱出できたのは2000ほどに過ぎなかった。その後、残存兵の再集結のために特使が派遣され、法務官のプブリウス・コルネリウス・スッダも、同様の任務を与えられ、奴隷兵士を軍に戻した。失政官プルケルは、 エキウス・ユニウスにボルトゥルヌルスの防衛を、マルクス・アウレリウスにプテオリの防衛を委ね、サルディニアやエトルリアから食料が届いたら、直ちにカプアキ近郊の野営地に送るように手配した。プルケル自身がカプアキ近郊に到着すると、フラックスがすでにカシリノムから十分な補給物質を運び入れ、包囲戦の準備を完了していた。失勢官二人は、 ガイウス・クラウディウス・ネロの率いる軍がスエスラから到着するのを待って包囲戦を開始した。アレクサンドリアのアッピアノスによると、カプアの城壁とローマ軍の最前線の距離はおよそ370メートルであった。カプアはハンニバルに救援を求めた。戦略的な状況はカルタゴ軍にとって不利になりつつあった。カプアはローマ軍六行軍団に包囲されており、食料は不足していた。 法務官のプブリウス・コルネリウス・スラは、失政官のプルケルとフラックスに対し、カプアからの脱出を希望する市民に対してはそれを許してはどうかと提案した。他方、ハンニバルはタレントムの攻略を実施し、都市そのものは得たもののローマ軍要塞の攻略は短期では難しいと判断し、ブルンディジウムに転身して、その攻略を行っていたが、この時に、 カプアからの救援要請を受け取った。ハンニバルは自身が戻ったら、ローマ軍はカルタゴ軍に抵抗できないだろうと返答した。死者がカプアに戻ると、カプアはすでに二重の堀と類壁で囲まれていた。紀元前212年のローマ軍によるカプア包位紀元前212年の末、ローマ元老院からの依頼により、プブリウス・コルネリウス・スダは両執政官に対して手紙を出し、 ハンニバルがカプア周辺にいないのであれば、翌年の選挙のためにどちらかがローマに戻るよう求めた。結果、プルケルがローマに戻り、フラックスはカプアに泊まることとなった。グラヌムのもぞれに描かれた戦うローマ騎兵のレリーフ・フラックスとプルケルは引き続き前、執政官として同じ軍団の指揮を取ることになった。また、カプアを攻略するまで、 その場を動かないように命令された。カプアの裏切りは他の多くの都市にも影響を与えたため、ローマはその行為に激怒していたが、その富と都市としての重要性のため、奪還した後には再び、ローマの主権を強制するつもりだった。一人のヌミディア騎兵がローマ軍の包囲を突破して、ハンニバルに連絡することを申し出て成功した。この例だけでなく、騎兵同士の戦いは、 包囲戦中何度も起こっていたが、カプアッキ兵がローマ騎兵に常に優越していた。このため、ローマ軍は新戦術を採用することとした。まず優れた不評を選抜し、騎兵用の短い盾を持たせ、騎兵の後ろに二人乗りして馬から落ちなくなるまで乗馬訓練を行った。核兵士は七本の投げ槍を持ち、合図に従って一斉に行動することとなっていた。 ローマ軍の方位は完全であったため、この訓練は安全に実施でき実戦の準備が整った。カプアッキ兵は、ローマ機兵に対して、投げ槍での攻撃を行った。すると合図があり、ローマ系不評は一斉に、馬から降りて、その投げ槍を立て続けに投げつけた。当然ではあるが、カプアッキ兵は、このような攻撃を予想しておらず、大損害を受けた。続いて、 ローマ騎兵が驚くカプア騎兵に対して追撃を行い回想させた。この時から騎兵に対して警府兵が支援する戦術が確立された。この投げやり警府兵部隊はウェリテスと呼ばれ、その後正式化されてローマ軍の戦術に組み込まれた。カプアがこのような状況にあった時、ハンニバルはタレントムの攻略を続けるべきか、あるいは カプアを防衛すべきか迷っていた。最終的には、カプアだけでなく、カルタゴに味方した多くの同盟都市のことを考慮し、カプアに向かうことにした。ほとんどの補給部隊と銃騎兵を残し、ハンニバルは、不評と、軽器兵を選抜し、33頭の戦像を、伴って、カンパニアに向かった。カプアに接近するにあたっては、以前からティアの要塞を攻撃した時に使った。 ティファタ・ヤマセゴの渓谷に野営地を設定した。ハンニバルはカプアに彼らの接近を知らせ、カルタゴ軍がローマ軍の攻撃を開始すると同時に、カプア軍も城門を開けて外に出て攻撃するように伝えた。ハンニバルの突然の来襲はローマ軍に恐怖を引き越した。ハンニバルはプルケルの防御策へ接近を開始し、戦闘を強要したが、 プルケルはこの挑発には乗らなかった。ハンニバルはしばしば騎兵を派遣して、ローマ軍や英知に投げやり攻撃を行って、怒りを誘い、ローマ騎兵を誘い出そうとした。また、カルタゴ不評は、柵の破壊を試みた。しかし、ローマ軍は決心を変えず、軽不評が反撃を行ったのみで、主力の重装不評は、投げやり攻撃から自身を守ることに専念した。 ローマ軍団兵の衣装再現。左側に二人の系譜表、ボヨーティア風カブトを着用した、騎兵、五人の第一戦列兵、第二戦列兵。実際にはこれに、第三戦列兵が加わるポリビウスによると、初期の戦闘は、小ゼリ相程度とされているが、リビウスはもっと激しい戦闘があったと記している。ハンニバルの攻撃と同時に、 カプア城内からボスタルとハンノに引きられた兵が出撃した。対するローマ軍は軍を一家のように分けて対抗した。戦闘は兵士のおたけびで開始され、市民も城壁の上で聖堂の器物を打ち鳴らした。プルケルがカプア兵に対し、フラックスがハンニバルに相対した。第6軍団の戦列に対し、イベリア兵は中央部を3頭の戦像で突破しようとしていたが、 ローマ軍や英知に突入できるかは不確かであった。フラックスは第6軍団の危機的状況を見てナビウス及び何人かの100人隊長に対し救援を命令した。命令を受けたナビウスは軍団機を手に第一戦列兵を率いて敵に向かった。ナビウスは長身で彼の軍歴を示す可憐な甲冑を身につけていた。イベリア兵の戦列に接近すると 彼の周りには投げ槍が降り注いだ。しかし彼は退却せず、そのまま前進した。指揮官の一人であるマルクス・アティリウス・レグルスは第6軍団の第3戦列兵を率いて、イベリア兵に反撃した。野営地の防衛を担当していたルキウス・ポルシウス、リキニウスとキツ・スポプリウスは、ボルトゥルヌス側を溶かしようとする、戦像部隊と戦っていた。 戦佐像は堀を渡る途中で殺された。しかし、ここを乗り越えて、カルタゴ兵は堀を渡った。カプアから出撃してきたカプア兵とカルタゴ兵は、ローマ軍を打ち破れず、縄文の近くで戦い続けた。カプアは、多数の強力な投石器やスコルピオで、防御されているために、ローマ軍は、カプアの縄文に近づくのは困難と判断した。また、 司令官の一人であるプルケルも投げ槍が胸に刺さって、負傷した。しかし、戦場には多くの敵兵が倒れており、残りの兵も城内に撤退した。ハンニバルは、イベリア兵の敗退トローマや英知の強固な防御力を見て、不評と兵に背後を守らせながら撤退することとした。ローマ軍はこれを追撃しようとしたが、混乱が生じた。混乱が拡大しないように、 フラックスは、整然とした撤収を選んだ。リビウスによると、ハンニバル軍の損害は8000、カプア軍の損害は3000であり、カルタゴ軍から15本、カプア軍から18本の希少が奪われた。しかし、他の古代の歴史家は、このような戦闘があったことを否定している。ヌミディア騎兵とイベリア兵が、戦像を伴って、ローマ軍や英知に突入し、これを破壊した。 続いてハンニバルがこの教皇を拡大するために、自軍のイタリア半島出身者をローマ軍や英知に潜入させ、ラテン語で撤退命令が出たとの嘘を流した。この疑惑は見抜かれ、ローマ軍はカルタゴ軍に反撃し、戦像は火を使って撃退された。どちらの説が正しいにせよ、これがカプア降伏前の最後の戦闘であった。 紀元前211年の最後の戦いの、婦人ローマに向かうハンニバルとそれを、オウフラックスの動きハンニバルは、カプア城内に入城できず、こ着状態に陥ったことに不満であった。海戦を避けて、防御戦術に徹底したローマ軍に関して、ポリュビウスはその理由を、騎兵の劣勢にあったとしている。ローマ軍騎兵は、野戦では、カルタゴ軍騎兵に対抗できないため、 その野営地に泊まることを好み、他方カルタゴ軍は周辺からの食料調達ができないため長期間の退陣ができなかった。ハンニバルは別のローマ軍の到着により補給が遮断されることを恐れ、また強力な攻撃によっても封鎖を解くのは困難と考えた。解決策として、ハンニバルは急ぎ移動してローマそのものを攻撃し、市民に混乱を生じさせ、 カプアのローマ軍が救援のために戻らざるを得ない状況を作ることを計画した。その場合、カプアのローマ軍はほとんどがローマに向かうであろうから残留している軍を打ち破るのは容易になる。熟考の末、ハンニバルはルビア人の連絡者をローマ軍の包囲するカプアに送り込んだ。ハンニバルがローマに向かった場合、カプアが見捨てられたと考えて降伏するのを避けるためであった。 カプアの市民が包囲戦に耐え続けるよう手紙にカプアを離れる理由を書き送った。手紙の内容はカプアを離れるのはカプアを救うためであり、ローマ軍は必ず彼を追うであろうから、数日後にはカプアの包囲は解かれるであろうというものであった。ボルトゥルヌス側のボートを六角し、ハンニバルは軍に出発を命じた。ボートの数は十分であり、 人夜の間にトカは完了したが、これはカプアに到着して5日後のことであった。ハンニバルは爆僚と夕食を取り、夜明け前にトカを行った。紀元前211年当時のローマ市ハンニバルがこの作戦を遂行していることを知ると、フラックスは直ちにローマ元老院に手紙を書き送った。元老院は状況の重大さを認識し、全体集会が召集された。 他方、ハンニバルはサムニウムを抜けてローマに急行し、わずか40スタディオンの距離に野営地を設営した。その到着は突然であり、また予想外のものであったため、このことが知られると市民は驚き動揺が広がった。ハンニバルがこのような距離にまでローマに接近したことは過去にもなかった。また、市民の一部は、 カプアのローマ軍が敗北したのではないかと疑った。しかし、ローマ市防衛のために新たにニ個軍団を新設していたことを知ると、ハンニバルは町自体の攻略は諦め、周辺地域を襲撃し、略奪を行った。カルタゴ軍や英知には略奪した物質が積み上がった。数日後、ハンニバルはカプアに戻ることを決めた。十分な略奪を行い、また、 ローマ自体の攻略が不可能であったのも理由であったが、最大の理由は、カプアのローマ軍が包囲を解いて、ローマに向かうに十分な日数が経過したと信じたためであった。あるいはカプアに多少の兵を残しているかもしれないが、いずれにせよハンニバルにとって想定していた事態であった。ハンニバルはカプアに急いだが、プルケルはカプアの包囲を解いておらず、依然として、 ローマの防御力は強力であった。このため、ハンニバルはカプアには戻らず、ダウニアからブルティウムに向かい、陥落寸前のレギウムの攻略を続けた。ローマ人はローマ史を守り、またカプアの包囲も解かなかった。カプア包囲継続という自身の行為の重要性を確信し、大いなる決意を持って、これを実行した。フラックスがローマに向かったにもかかわらず、 カプアの方位は弱まらなかった。それだけでなく、ハンニバルではなく、フラックスが戻ってきたことに、カプア市民は驚いた。しかしこの事実から、カプアはハンニバルから見捨てられたことを理解した。以前、ローマ軍は決められた日までに市民がカプアを離れた場合、彼らを罰することはないと通達していたが、実際にはハンニバルに対する、忠誠心とローマへの恐怖のため、 脱出した市民はいなかった。ローマ同盟都市であることを放棄したことをローマが許すことはないと考えていたのである。カプア貴族は降伏を決め家に戻って最後の時を待った。カルタゴからカプア守備に派遣されたボスタルとハンノはハンニバルに対してカプアだけでなくカルタゴ守備兵を見捨てたことを非難する手紙を書いた。しかしこの手紙はローマ軍の手に渡った。 伝令として選ばれたヌミディア兵がローマ軍に投降したのである。同じく多くのヌミディア兵がローマに投降した。しかし70人以上の投降兵が殺され、切り落とされた腕がカプアに運ばれた。このような残酷な仕打ちにカプア市民は絶望した。ローマとの同盟解消を支持したウィビウス・ウィリオは降伏を待つことなく自決した。また、 元老院議員たちに惨劇を見る前に自決することを勧めた。宴会が開催され、十分な食事とワインが振る舞われた後、毒が入れられた酒きが配布された。ローマへの幸福の施設を送るに先立ち、27人の元老院議員が自決した幸福宣言の翌日、ローマ軍やエー前のユピテル門が開けられた。プルケルとフラックスの二人のプロコンスルとネロが率いる。 ローマ軍はここを通って入場した。カプア城内のすべての武器は集められ、すべての城門には衛兵が配置された。その後、カルタゴ守備軍とカプア元老院議員がローマ軍司令官の前に立たされた。元老院議員たちは鎖で繋がれ、また所有するすべての金銀を財務官に差し出すよう命令されていた。結果、二千七百ポンドの金と三万千二百ポンドの 銀が押収された。27人の元老院議員はカレスへ、28人はテアヌムシディシヌムへ、捕虜として送られた。カプア元老院議員の処分に関しては、プルケルとフラックスの間で分かれた。プルケルは除名に傾き、フラックスは死刑との意見であった。両者の意見が一致しなかったため、その処置だけでなく捕虜の尋問も元老院に委ねられた。フラックスは、 この処置が、ラテン系の同盟都市との関係に悪影響を及ぼすのを恐れ、騎兵2000と共に、テアノムに向かった。カプア市民の多くは、裸にされ、競売された。ジャンレオン・ジェロームがテヌアムーに到着すると、フラックスは、そこの責任者に拘留されている、カプア捕虜を彼の前に連れてくるよう命じた。そして連行された捕虜を杖で撃ち、斧で首をはねた。 その後直ちにもう一つの捕虜交流地であるカレスに向かった。すでにローマ元老院から指示が届いていたが、フラックスはそれを読まずに捕虜全員を処刑した。処刑終了後、ローマからの指令書を読んだが、カレスを離れようとした時、一人のカプア人が自分を殺せと叫んだ。フラックスはこれを狂人と思ったが、指令書を読んだ後であったため殺すことができなかった。 この男はフラックスの眼前で自分の胸を突き刺して自殺した。元老院議員70人と貴族300人以上が処刑された。他のカプア人はラテン系のローマ同盟都市に送られ遊兵されたが様々な理由で死亡した。最終的には相当数の人々が奴隷身分に落とされて売却された。カプア自体は破壊されず農業都市として再建され、農民。 解放奴隷、商人、職人などが新たな住民となった。その領土と公共建造物はローマ人のものとなった。市には独自の公的機関、元老院、裁判所等は設置されず、ローマから毎年知事が送られた。カプアが陥落すると、ローマとの同盟を解消して敵対していた他の都市は、ローマとの関係の再構築を模索し始めた。 最初の例は、アテラとカラティアであったが、その指導者は処刑された。市民の多くは町を離れ二度と戻らなかった。ローマはしかしながら、町に火を放ったり、建物や城壁の崩壊は行わず、町の略奪もしなかった。町には罪はないとして、恩赦を与え、その資産は残した。ローマに反逆した者はその代償を払う必要は、あるが、 ハンニバルからの支援は期待できないということを明らかにした。ハンニバルの立場は難しくなった。数において勝る敵から多くの都市を守ることはできない。ハンニバル軍は一箇所に存在するだけだが、ローマ軍は必要な場所にどこにでも軍を派遣できた。多くの同盟都市をその運命に委ねさせるを得ず、また反乱によるカルタゴ兵への殺害を防ぐために、 守備兵も引き上げるしかなかった。この不誠実さと残酷さを非難するものも多かった。ありがとうございます。